俺は半田直樹、33歳。最近大型の買収案件を任されたプロジェクトリーダーだ。じゃあ来週までに山下頼めるか。はあ、できません。え、ああ、佐藤はどうだ。来週っていつですか。月曜、水曜。月曜なら土日働けってことですか。それはその、半田さんってリーダー向いてないよね。私、半田部長の下で働きたくない。俺ってリーダー向いてないのかな。ただいま。お帰りなさい。先ご飯にする。うん。なんやそのしょぼくれた顔。どうせ俺リーダー向いてないとか悩んでんのやろ。なんでわかる。顔に書いとるがな、デコに。しゃあない、俺がリーダーシップについて教えたろか。教えていただけるんですか。じゃあミルク一杯おごりな。ギブアンドテイク。今から授業や、早お子さんかい。あ、はい。ほら、じゃあ始めるで。リーダーシップは全部で6タイプ。ほう。あ、嫁も取らんかい。はい。EQ 心の知能指数の提唱者ダニエル・ゴールマンがリーダーシップを6種類に分類している。自分がどれに当てはまるか耳の穴かっぽじって聞くんやで。その1、ビジョン型。企業が目指すビジョンを示し、進むべき方向性を明確にしてメンバーを導いていく最も前向きなタイプや。目標達成までの方法や手順はメンバーに委ねるため、メンバーの自立心の向上や帰属意識の高まりが期待できる。なるほど。織田信長や小泉元首相、スティーブ・ジョブズがこのタイプだな。その2、コーチ型。リーダーとメンバー1対1の関係を重要視し、リーダーがコーチ的役割を担うことでメンバー個々の目標をサポートしていくタイプ。優秀なナンバー2を次々と採用し、自身が司令塔となってナンバー2に各業務を任せている。アップル社 CEO のティム・クックがこのリーダーシップを発揮していると言えそうだな。その3、関係重視型。メンバーの感情とメンバー間の関係性を重視するなど、信頼関係を築くことで目標達成をしやすくするタイプ。人間関係を良好な状態で維持でき、心地いい環境となるが、反面、何かあった際の原因や責任の所在が曖昧になりやすく、コミュニケーションに時間を取られ、パフォーマンスが低下する可能性もある。豊臣秀吉、徳川家康タイプか。関係性を重視することで、長期的な成果を上げたよな。次は、あかん、集中力切れてきた。赤ちゃんの機嫌はアジアの空より薄らいやすいんや。いないいないばあやってくれ。いないいないばあ。落ち着いた。次行くで。その4、民主型。リーダーが各メンバーの意見や提案を広く受け入れ、組織内の活動に反映させていくタイプ。最終的な結果よりもメンバーが意欲的に活動に参加することなど、プロセスを重視する対応や。ただ無造作に意見が集まるため結論が出にくく、緊急な場合の決断が難しくなる場合もあるか。俺と血がつながってるだけあるやんけ。ちょっとは分かってきたようやな。あなたは俺の子だけどね。その後、ペースセッター型。難易度の高い目標を目指す場合、リーダーがペースメーカーとして具体的なお手本を見せ、メンバーにどう動けばいいのか成功イメージを与えるタイプ。ただしリーダー個人のスキルが高く、リーダーが自分と同じことを求めてもメンバーができないことも考えられ、結局リーダーが何でも自分でやってまう可能性もあるで。まさに天才タイプだな。最後は強制型。権力や圧力といった強い強制力によって目標達成を目指すリーダーシップタイプ。災害など危機的状況から緊急に出したい場合に向いてるで。短期間での効果を求めるため、リーダーは決定権を一人で握り、メンバーへは説明などなく即座に命令に従うことを要求する。なるほど。織田信長はビジョン型と強制型を発揮し、強制型のリーダーシップによって数々の成果を上げたけど、人生の最後は強制型のマイナス面が影響し、本能寺の変につながったのかもな。あ、キリンが来る予約したかな。どうや、お前は何タイプや。私は民衆型でしょうか。これやからお前はいつまで経っても二流なんや。本当に重要なのは未来にコミットするというリーダーとしてのスタンス、目標にあると言える。目線を未来に設定し、今行うべきことを判断し、明確なゴールイメージを示して人を動かす。これこそが真のリーダーシップと言えよう。あ、あかん、教えてるうちに無意識でうんちしてもうた。早おむつ替えかい。スキルも大事だが、夢、ビジョンを語れるリーダーに人はついてくる。